皆さんこんにちは、日本語の森の荻原健人です。今日は23回目で生活の保険について勉強していきます。早速問題解いてください。それではいきますよ。1つ目、年を取るにつれて体力は衰えていき、ほにゃららが蓄積されていく。一つずつ見ていきます。まず体力、これ体の力って書いてありますね。身体の力、病気とかウイルスに対する抵抗力、まあ、戦うための力ですね。これを体力っていう風に言います。よくたくさん運動した後はもう体力残ってないよ、疲れたよっていうような感じで体力っていう風に使います。次、衰える。衰えるっていうのはどん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 弱くなっていく、悪くなっていくことを衰えるっていう風に言います。なので体力が衰えるっていう時には、例えば走っていて、昔は1キロなんてすぐ走れたのに、もう10年経った今ではもう1キロ走るのがすっごいしんどくて体力が衰えたよっていう感じで使います。で、蓄積っていうのは、まあ、溜まっていく、増えていく、これを蓄積っていう風に言います。じゃあ問題解いていきますよ。1つ目、疲労、意味は疲れです。疲れ。2つ目が過労、意味は働きすぎて疲れが溜まること、これを過労っていう風に言います。労は労働、働くっていう意味で、過は何々しすぎる、働きすぎるとか過ぎるっていう意味です。働きすぎて疲れが溜まることを過労。よく過労死って言いますね。過労死、これ英語でも過労死っていう風に言うんですけれども、日本人ってよく働くんです。休みが少ないです。働きまくります。それでもう疲れて死んでしまう、過労死。皆さん絶対過労死にはならないでください。3つ目いきますよ。老衰、老は老いっていう意味ですよね。年を取る。で、衰、弱る、弱まるっていう意味です。意味は年を取って体がどん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 弱くなっていってしまうこと、これを老衰っていう風に言います。人間は皆老衰します。4番は安静です。安静、安静っていうのは、ま、落ち着くとか病気のためにちょっと休むこと、静かに寝ること、これを安静っていう風に言います。よくあなたは風邪をひいているから明日は安静していてくださいっていうような感じで使います。それでは問題解いていきますよ。年を取るとどん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 体力っていうのが失われていく、そしてほにゃららが蓄積されていく、溜まっていくんですよね。まず安静が溜まるっていうのはおかしいです。文章に意味がつながりません。で、老衰が蓄積されているとは言いません。老衰っていうのはただ弱く、どん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 弱くなっていくことなので、溜まることはないです。残ったのは疲労と過労なんですけれども、今回は疲労っていうのが正しいです。疲労っていうのがどん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 溜まっていく、蓄積されていく。2つ目いきますよ。ほにゃららに感染すると体調は悪くなるが、免疫はつく。はい、まず1つ目、感染から見ていくと病原体、ウイルスって呼ばれるものなんですけれども、病原体が体内に入り込んでいってしまうこと、これを感染っていう風に言います。で、よく使われるのは風邪をひいて咳をすると、その病原体が他の人に感染するっていう感じで使います。で、次、体調っていうのは体の調子、体の様子のことを体調っていう風に言います。で、免疫っていうのは体が持つ抵抗力、病原体に対する抵抗力、戦う力のことを免疫っていう風に言います。なので免疫がつくっていう風に言った場合、その病原体が体内に侵入してもちゃんと体の中で戦って病原体をなくしてしまうことができる、感染しないっていうのが免疫です。じゃあ問題解いていきますよ。1つ目、細菌。細菌、
意味は病原体になる微生物。微生物ってこういう小さな生物のことです。これを細菌っていう風に言います。よく手とかにね、細菌がたくさんついているので、ちゃんと手洗いはしてくださいっていうような感じで使います。で、二つ目が細胞ですね。細胞。細胞って説明が難しいんですけれども、私たちの体を作る小さな構造の単位のことを細胞っていう風に言います。三つ目が細工。細工。で、細工っていうのは二つの意味があります。一つ目は自分の、まあ、手先、器用な手先を使って何か物を作ること。で、細工って二つ目の意味があります。これはごまかすとか嘘をつく。これが細工です。例えば、数字に細工してごまかすのはやめなさいっていうような感じで使います。で、四つ目が詳細です。詳細。詳細です。詳細。意味はとても詳しい。これが詳細です。明日の予定はって聞いたら、うん、詳細は後で送るね。詳しいことは後で送るねっていうのと同じ意味です。じゃあ問題解いていきますよ。ほにゃららに感染する。まず感染するものは何かって言ったら、詳細、細工、間違いですよね。まあ、細胞と細菌なんですけれども、細胞っていうのは、まあ、構造の単位。構造の単位なので、細胞は間違い。正解は1番、細菌、ウイルスですね。ウイルスに感染する1番が正解です。で、最後の文章いきますよ。もしもの時のために、支給保険を申請する。支給っていうのは今すぐっていう意味です。すぐに。時間がないので支給、目的地に向かってくださいっていうような感じで使います。保険ってありますね。保険、保険っていうのは月々お金を保険会社に払います。そうするともし事故が起きた時に保険会社が皆さんにお金を援助してくれる。これが保険です。災害保険とか、日本には地震保険とかっていうのもあります。日々、月々お金を払っておいたら、地震が起きた時に援助を保険会社からしてくれる。これが保険です。で、申請ってありますね。申請っていうのは申し込むことです。で、例えば大学受験、大学に申請する。っていうような形で申請っていう風に使います。以上、今回2つ見てみました。保険っていうのはすごくいい制度です。皆さんも日本に来てもし何かあった時のために、まあ、保険の知識っていうものを蓄えておいてください。以上です。皆さん見てくださってありがとうございます。皆さん見てくださってありがとうございます。チャンネル登録はここから。質問やコメントはホームページここから。で、スイスイたちの日記やブログはホームページの左上のここで見れます。皆さんのコメント待ってます。それではまた次もよろしくお願いします。バイバイ。